景わかりは、ナンバープレートのですね、白く、余白のあるところにボーリーボックのこの、サオリの守りのちっちゃいシールを作ってですね、それを皆さん貼りましょう。それをまず心ある方から一目貼っちゃダメですよ。これは絶対安全運転上問題ありませんから、まずそれを貼って、踏み入りしていきましょう。そのぐらいだったらすぐ商店街の方々も、できるはずだと思いますね。育てるんじゃないんですね。人が育つ環境が何であるか、これは少なくとも言語を通して対話をしたり、うまく交流をすることをコミュニケーション、もちろんその考え方もあります。でも大事なことは人間関係をどうやって構築する、人間関係を構築する力がコミュニケーション能力です。何とか変わっても少なくとも5000以上は相手のサポーターに負けない、フォームなのに相手には負けないという数を誇りたいと思います。だからそして今日は多くの事業者の方が来ております。リトホーリーホックを利用していただいて本当にまちづくりをしたい、そしてみんなの事業者の方々がですね、ぜひともホーリーホックを利用して商売をしていただきたいと思います。そうやって母体のあるチームでやってる選手より、まあ水戸みたいな本当に地域密着っていうチームはやっぱり肌で人の温かさを感じれるっていうのが、まあ、やっぱいいところだと思うんで、まあ、やっぱりその地域の力がチームの力に還元されるっていう意味ではすごいメリットがあるんじゃないかと思います。クラブとしてはやっぱりこの距離感をずっと、どんなに大きなクラブになっても、もう本当にさっきのお話だったように世界を狙えるようなクラブになっても、ずっとこういうアットホームっていうか、そうこの選手と皆さんの距離が近いようなクラブでずっとあれたらいいかなと思います。